ャプター2。そんなね、ストリートレーサーが動画を投稿した一件以来、他のレーサーたちもそれを真似投稿するようになっています。アンダーグラウンドなスポーツだったものがウイルスのように拡大、悪名を高めようとするレーサーによるリアリティ番組がまさに乱立しています。認識できれば現実、法と秩序は民衆が信じる限りは存在する。それを信じている者は少ないが、自由に法律を破るレーサーを大衆は見る。そして法律は権力を失うと暗示になり下がっていき、社会は破滅に向かう。大衆は我々が恣意的だと非難するが、権力は行使するより誇示する方がまだいい。権力を誇示しても秩序を維持できなければ、時にはそれを使うしかない。ES フィールド攻撃を4回ヒット、スパイクベルトを2回ヒット、ガジェットを3回を3ヒット。この方が楽だよね。パトロール、アンダーカバー、エンフォーサー、アンダーカバー、アンダーカバーっていうのは扇風か。エンフォーサー、 ES フィールドっていうのやったことないからやってみたいけど、簡単なこれでいっとこうか。マシン変えてみようか。速いマシンもいいんだけど、というかもうすでにアンロックされてんじゃないの。さっきの車はこれだ、これが、うん、これだね。まあいいや、この車使えるからこいつで行こう。でガジェットは買えない。で適当に、よし、あそこにいるぞ。あいつを叩きのめぞ。さらっとひどいこと言うけどね、これがゲームよ。現実世界は厳しいんだよ。さあ、なんかよくわかんないけど開始しちゃった。いいか、これでガジェット3回やってればいいって話で。ちょうどいいちょうどいい、3人やから一発ずつ当てよう。スパイクベルトを一番先頭で巻けばこれで終了。衝撃100だった。レーサーのガジェット持ってんだ。そういうことなんか自滅したじゃないですか。すげえ混戦だよ、ランダ戦。
正面からでもすごい使い勝手が気持ちいいな。前にいるぞ、よし、気にしてやろう。あ、失敗した。倒した、オッケー。ちょっと恐怖のリーダーだったので、ありがとう。助かるから。あれ、お家どこだ。やべ、無茶な話でしたね。
おっと対向車線だよね。よし、クリア。スコアもすごいぞ。確保したレーサー数5になってるけどね。こんなに止めたっけ。新しいマシンガンロック。すげえ速そう。この車ちょこちょこ見かけたよね。これ使ってるやついたわ。あれ、なんかもうおっしゃった。ラピッドレスポンスでシルバー。シルバーか。ニアミスする。今から変更はできないんだよね。さすがにできないか。シルバーってのはちょっとね、なかなか難しい気がするんだよね。ニアミスはいつもやってるからね。ラピッドレスポンス、これじゃあやっていきましょう。シルバー、まあゴールと呼びますよね。ただシルバーって何でシルバーなのか分かんないな。ラピッドレスポンスってのは確かぶつからずにタイムアタックするやつか。得意なやつじゃん。よしやっていけるよ。これいけるよ。学校でもこういうタイプいるよね。あー、何いい調子だったのに。どういうことよ。ネットワークの不具合かな。サーバーが落ちたとか重かったとか。ちょっと休憩入れよう。おっさんやからね。ホスト移動しちゃった。よし、移動完了。なかなかロードが重いから。完了してるけどロード長いんだね。なんか音は聞こえる。よし、これは何、さっきのミッションの続きってことでいいの。コースが違う気もするけど、まあいいや。サーバーの移動が完了してクリアになったら面白かったからね。なんで誰かクリアしてくれたんやみたいな邪魔ごめんね。ものすごいですね。やばいやばい、ぶつかるとやばいね。ぶつからなければ操作もないことで。
こちらレーサーレース中だね。追跡は開始しないんですよ。ここは邪魔だよ。追跡はしてないから。ちょっと変なのに巻き込まれた。でもゴールドはよし、じゃあいいや、ちょっとついでだから君たちを沈めてあげよう。失敗した。ちょっと邪魔してやるぜ。ですよ、ドーン確保。何になるんですよ。で、あとはラピッドレスポンスのシルバー取るね。失敗したの。ついてだからやっとくぜ。どういうことだ、俺ファースト移動中混戦してるんだね。よいしょ。
お母が投げんだ。本当長いね。なんかこう間持たせる話題もないしね。あ、そうだ。おかかずホームページで、レースゲームのいろんなプレイ&レビューをやってますんで、詳細は、YouTube の詳細の下の方に載ってますんで、そこのリンク先から飛んでもらって、よかったら見てもらって、楽しんでもらえると嬉しいです。いろんなゲームやってるんだけど、今までやったのは、ラリー系のゲームが多いですね。ダート3とか WRC34 とかね。あとはもうニードフォースピードとザ・ランガー、これ好きで、まあ、チャレンジモードでストーリーモードじゃないんだけども、それもプレイしてるよ。よかったら見てやってくださいな。だけどラピッドレスポンスだね。これが重要だよ。そんな難しくないはずなんだけどね。シルバーでしょ。ゴールドじゃダメなのか。シルバーを取らないとダメなのか。なあほな、なあほな。ニアミスはいつの間にかクリアしてるんでね。ゴールドだった気がするんだけどね。やっぱシルバーを狙わないと。まあこういったのをね、楽しんでいきましょう。楽しんだのが違うから。あ、ぶつかったけど追跡するつもりはないぞ。セッション2ぐらいには進むかな。セッション3か。